ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、ブランチとマージについて解説していきたいと思います。はい、今回、ブランチとマージということで、一番最初の動画ですね、このシリーズの一番最初の動画で、Git において大事なのが、リポジトリとコミットであると言って、その次に大事なのがブランチとマージだよっていう話をしたんですけど、そのブランチとマージについて今回は実際に Git を利用してやっていきたいと思います。はい。それでは、今回の概要なんですけど、今回は一番最初に、開発開始って始めて、マスターブランチ。そのメインでは、HTML に文章を追加でコミットして、HTML に画像追加でコミットしてって、HTML ファイルを編集していきます。で、こっちにチェックアウトして、その上で CSS ブランチっていう新たなブランチを作ります。その並行作業できるようにですね。で、この時には CSS にバックグラウンド追加と。で、CSS にマージン追加ってコミットしてて、で、最後、こっちのメインの、マスターブランチに来て、その上でこの CSS ブランチと、合体させる。マージさせて、で、やっていきますと。で、一番最初、この開発開始の時点で HTML ファイル、表示させるとこんな感じになってます。で、それが、この文章追加、画像追加と、あと CSS も追加して、最終的には、こんな感じになって完成します。はい。続いて、前準備なんですけど、今回も今まで通りですね。Jupyter Labo で、下にはターミナルを開いて、ここには HTML ファイルと。で、ここには CSS ファイルで、こっちには HTML のプレビューファイルで、ここから開始していきたいと思います。はい。それでは、まず、ここまでやっていきます。開発開始から文章追加してコミット、画像追加してコミットまでやっていきます。実際に打つコードはこんな感じですね。まず、ディレクトリ移動させて、Git init で、Git add Git commit でコミットして、で、2回目は HTML に文章を追加して、Git add からの Git commit。で、3回目は画像を追加して、Git add して Git commit と。で、最後に Git ログのワンラインでコミットのログを確認していきます。はい。実際にコードを実行する前に、コミット、各コミットでどういう状況になっているのかを確認していきます。まず一番最初、開発開始の部分のコミットでは、こういう一番最初の状態になっています。で、次に2回目のコミットは、元のやつにここの文章を追加します。こんな感じですね。文章を追加します。で、3回目のコミットは、この2の、これですね、YouTube の動画の種類の下に画像を貼っていきますと。なので、一番最初は、何も書いてなくて、2個目はこの文章が追加されて、3つ目のコミットでは画像が追加されているっていう感じになっていきます。はい。それでは実際にコマンド打っていくんですけど、まずはカレントディレクトリをこの Git のところに移動すると。で、2回目で Git init で、Git のリポジトリを作って、その上で Git add Git commit で一番最初の開発開始ですね。これをやりますと。で、その上で HTML に文章を追加して、そこから Git add Git commit を打っていって、で、もう一回次に画像を追加した上で Git add Git commit でコミットしていくと。で、最後にログを見るとこんな感じですね。開発開始、HTML に文章追加、HTML に画像追加っていうふうになっていることが確認できます。はい。それでは続いてブランチの作成と移動なんですけど、今、ここにいたんですけど、そこから過去に戻って、で、ブランチを作成して、このブランチに移動するっていうことをやっていきます。で、どういうふうなコマンドをやっていくかっていうと、まず、Git チェックアウト、コミット ID で、ここからここに戻ってきます。で、その上で、Git チェックアウト -B CSS ブランチってやるんですけど、またチェックアウトなんですけど、-B をつけて、ここにブランチ名を書くと、実際にブランチを作成した上で、ここに移動してくれます。で、これは2つのことを同時にやってるんですね。で、それぞれ、その別のコマンドが載ってるんですけど、実際にブランチの作成とブランチへの移動っていうのは、Git ブランチのブランチ名で、一回これブランチを作成して、で、Git チェックアウトブランチ名で、ここでブランチに移動するっていうことになります。ただ、この Git ブランチブランチ名と Git チェックアウトブランチ名、これを一つのコマンドで、ですね、Git チェックアウトの -B の CSS ブランチで同時にできることがあるので、大体は、これを使うと思います。で、次に Git ブランチって打つと、今、現在存在しているブランチっていうのを確認することができます。で、最後に Git ログのワンラインのオールで、そのどういうコミットログになっているのかを確認できますと。で、最後に git.html、更新してみると最初の状態に戻っていることが確認できます。はい。それでは実際にコマンド見ていくんですけど、まずこれ、さっき打ったやつですね。Git ログのワンラインで、ここで、
この開発開始のコミット ID を確認しますと。で、Git チェックアウトでそこに移動しますと。で、そこから次に、これですね、Git チェックアウトの -b の CSS ブランチで、この時点で、まあ、これ、Switch to a new branch, CSS ブランチって書いてあるんですけど、まあ、そのブランチを作成してそこに移動しているっていうことになります。で、Git ブランチでブランチを見てみると、今このマスターと CSS ブランチがあって、まあ、このですね、緑色になっている CSS ブランチに現在いますよっていうことがわかりますと。で、実際に Git ログのワンラインオールでログを見てみると、こんな感じになってて、今、まあ、ヘッド。まあ、この開発開始の位置にいますよって言ってるんですけど、これ、ブランチとしては CSS ブランチにいますよっていうことを、ここで、述べています。はい。続いて、ブランチのコミットと、ブランチのコミット2なんですけど、まあ、このブランチ上で2回コミットしてみます。まずはバックグラウンド追加して、次にマージン追加しますと。で、まず、ブランチのコミット、バックグラウンド追加なんですけど、まあ、こういうふうに CSS に打ち込みます。ボディの、このバックグラウンドの、このアリスブルーってやつと、まあ、そのバックグラウンド、背景が、まあ、アリスブルーの色になりますと。で、この変更が終わったらコミットしますと。まあ、git add dot と git commit で、まあ、CSS にバックグラウンド追加でコミットしますと。で、ブランチのコミット2では CSS にマージンを追加します。まあ、周りの余白ですね。まあ、ここで言うと、ここの、指が切れちゃうけど、まあ、この端の余白をちょっと開けますと。マージンの 30px と。で、このマージンを追加した上でもう一回 git add と git commit して、最後に git ログを見ますと。で、今回はワンラインとオールに追加してグラフっていうのを指定すると、こんな感じでグラフみたいに出てきます。はい。実際にコマンドを打つ前に、そのブランチコミットの状態を確認していきます。まず CSS にバックグラウンドを追加した上でのコミットの時点では、これですね。CSS の部分がこんな感じになってますと。で、HTML ファイルは、一回チェックアウトで一番下に戻っているので、まあ、この普通の状態になっていると。この時点で外背景が、アリスブルーになっているのがわかります。はい。続いて2回目のブランチのコミット。CSS にマージン追加。では、これですね。マージンを新たに CSS で追加して、まあ、ここに余白ができていることがわかると思います。はい。それでは実際にコマンドを打っていくんですけど、まず CSS にバックグラウンドを追加した上で git add dot って打ってください。で、その上で git commit の -m のこれですね。CSS にバックグラウンド追加してコミットしますと。で、次に CSS にマージンを追加した上でもう一回 add dot commit してコミットしますと。で、最後に Git ログのワンラインオールグラフを見ると、こんな感じで、そのコミットのログが開発開始からこの分岐して、まあ、ちょっとこっちがマスターで、なんて言うんだろう。分岐した方がマスターになってて、ちょっと見にくくなってるんですけど、まあ、こういう感じでグラフ上で Git のログを見ることができます。はい。続いて、実際にブランチのマージをしていくんですけど、まず、この Git チェックアウトマスター。まあ、ここですね。ここ、つなげていくんですけど、まあ、今、ここにいたんですけど、一回マスターに戻った上で、この CSS ブランチをマージするよっていうふうに指定します。なので、これですね。Git チェックアウトのマスターで、まあ、一回マスターに戻ってきて、その上で Git マージの CSS ブランチってやると、まあ、合体、マージさせることができますと。で、その上でもう一回コミットのログを見てみると、こんな感じになっているのが確認できますと。で、最後に、この git.html と style.css を更新していくと、まあ、完成形になっていることが確認できます。で、まあ、Git についてログを消したかったら、これですね。rm、あ、マイナス、あ、違う、-rf.git で、まあ、そのリポジトリを消去していただければいいと思います。まあ、これは別に打たなくても大丈夫です。はい。ちなみに完成形はこんな感じになってます。まあ、最初、文章を追加して、画像を追加して、で、元に戻ってなくなって、これですね。CSS を編集したんですけど、まあ、最終的にマージしたらこんな感じで、この文章と画像も改めて追加されて、完成形はこんな感じになっています。はい。実際にコマンドで確認してみると、まず Git チェックアウトでマスターに移動して、Git マージ CSS ブランチで、まあ、これでマージされます。で、次に Git ログのワンラインのオールグラフで見てみると、こんな感じになってますと。まあ、結構一番最初に書いてた、まあ、さっきのフォルダのツリーと同じような感じになっていることが確認できます。はい。で、ちなみにここ、気づきました。黄色にしてるんですけど、この Git Merge CSS ブランチってやると変な画面に行くんですね。で、要はここの文章を決めるんですけど、このコメントを決めるときに変な画面に行くんですけど、まあ、その対応の仕方についても解説します。はい、それではその変な画面になっていくんですけど、まあ、マージをするとこんな感じで出てきます。まあ、デフォルトではこんなマージブランチの CSS ブランチって出てくるんですけど、まあ、以下はコメントなんで別に気にしないで大丈夫です。で、これは別に何も打ち込めないんですね。ただなんかカーソルみたいなのを
移動できるだけで何も打ち込めないと。で、ここに書いてあるものが、最後のマージでコミットした時に出てくるやつ。まあ、さっきだったらマージってやつなんですけど、これどういう風に変えるかっていうと、まず、I を押します。I のコマンドを押すと、こういう風に、ここがインサートっていう風になります。まあ、インサートモードですね。これで、消したり、書き込めたりできる状態になります。で、エスケープボタンを押すと、この、こっちの、何も書き込めない状態に戻ります。ですので、まあ、僕の場合は、I にして、ここ全部消して、マージに書き換えてます。はい。それで、マージに書き換えた上で、まあ、その、さっきのインサートモードを終えて、このエスケープボタンを押して、この状態になったんですけど、まあ、どうやってやめるんだっていう話ですよね。それは、これですね。コロンと WQ って言って、これですね。コロンと WQ って言って、エンターって押すと、終了しますと。まあ、マージできますと。で、この W は、まあ、多分、ライトですね。まあ、書き込みっていう意味で、この Q は多分、やめるっていう意味です。で、これで、まあ、この状態で保存することができます。はい。最後まとめですね。今回はブランチとマージ。で、まあ、実際にブランチを作って、コミットして、で、最終的にマージさせるってとこまで、まあ、Git を使ってやっていきました。データサイエンス研究所。はい。いかがだったでしょうか？ブランチとマージについて。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントをぜひぜひお待ちしております。それではまた。バイバイ。